こんにちは、ライドナウです。今日は番外編ということでイタリアのミラノに来ています。今、ミラノの中央駅の近くにいるんですが、ミラノといえばですね、イタリア最大の経済都市で、そしていくつものファッションブランドの本拠地がある世界のファッションのトレンドの中心地ですから、ミラノっ子といえば、昔からファッショナブルな車が好きということで、有名ですけれども、街中を歩いているとですね、いろいろ面白いトレンドが見えてきたので、ご紹介してみたいと思います。今日はですね、土曜日の、今昼間なんですが、土曜日の昼ということもあって、ビジネスカーよりもプライベートで所有されている、車が多く、そして、ミラノに住んでる人がですね、ミラノの中心地に、遊びに来ている、そういう日なのかなと思うんですが、そんな中でどんな車が、いるのか見ていってみたいと思います。ミラノといえばですね、昔から雑誌なんかで、ご覧になった方もいるかもしれませんけど、アウディが人気、アウディクワトロの頃から、アウディが人気、そして、オールアルミになったアウディ A8 とかですね、あと、TT クーペとかそのあたりが出てきた頃からすごくアウディが人気だっていう街で、有名だったかなと思うんですけど、さあ最新のトレンドはいかがなものでしょうか。最初に、ミラノのこの地理的な状況をご紹介しておきますと、ミラノという町はですね、東京、大阪と結構似ているところがありまして、北に2時間ほど行きますと、アルプス、ドロミテの山があって、スキーができるところとして知られてますよね。2026年の、ミラノ、それからコルティナーダンペッツォオリンピックが開催される、冬のオリンピックが開催される町、ミラノで開催されますから、結構、東京から1時間電車に乗ると軽井沢に行けて、2時間電車に乗ると長野に行けてという、そういう地理的な状況と、似ていると。で、ミラノの南に行くとですね、1時間ほど行くと、海があって地中海で遊べるというのも、これも結構、東京大阪と似てるのかなと思います。なので、クワトロアウディが人気なことは、よくわかるかなと思うんですけど、この今週末ですけど、これ見てください。トヨタちょうど4台並んでたので喋ってみましたけど、結構ですね、トヨタが増えてるんですね。街を歩いてて、トヨタが強いなと。これ奥にもカローラツーリングと CHR が見れるのがお分かりになりますでしょうか。バスの向こう、こんな感じで、ミラノのトレンドを今紹介するならば、トヨタ車が増えているという、この一言に尽きるのかなと思いますね。さっきのところから50メーターほど移動してきました。同じ中央駅の交差点ですけども、こうしてみるとやっぱり交差点に1台か2台かトヨタ車がいるんですよね。ここが一つ、大きな特徴と、もう一つが、今アウディイートロン、Q4 イートロンが走っておりますが、結構意外にEV 少ないんですね。100台に1台も見ない感じでしょうか。でも、こういうふうにオペルの EV 走ってたりとか、そこそこ今日は週末なので多いんですけど、昨日までは平日だったので、そんなに EV 走ってないな、テスラと、タイカンがちょっといるかなみたいな、そういう印象だったのが特徴で、ただ今日は土曜日なので、こうしてみると、そこそこいるけど、でも100台に1台かなっていう感じですね。で、一方で増えてるのがやっぱりハイブリッドと、ルノー、アルカナハイブリッド、それから、トヨタのハイブリッド系、THS 系ですね、それが、すごい増えているので、ディーゼル車ももちろん多いんですけど、圧倒的多数は、ディーゼル車なんですけれども、こうやって走ってくる車を見ていると、フルハイブリッドを持っているルノーとトヨタがこれ強いなっていうのが一目で見て分かりますね。ミラノ自体がですね、自動車産業にそこまでこう依存している町ではないといいますか、フィアットの本拠地は、ミラノから西側に1時間ちょっと行ったところにあるトリノに、フィアットの本拠地ありますし、もう一つミラノから、東方向ですね、ベネチア方向に1時間ほど行ったところにある、モデナとか、パドバとか、それから、ビチェンツァとか、そういうところは自動車産業がすごく強いので、イタリアの中京地方なんて言われてますけども、その辺に行くと、自動車産業の影響を受けた車がすごい多いんですけれども、ミラノは東京もしくは大阪と同じで結構経済都市なので、みんな好きな車を、乗っているという感じの街です。で、やっぱこうやって見てみると、アウディ、これ今、C6 型の A6 とか走ってますけど、アウディ多いなっていうのも思いますし、一方で、フィアット、今チンクエチェント走っていきましたけど、フィアットはこうやって皆さん見られても結構少ないなと思うんじゃないでしょうか。
そしてこの後ろもですね、タクシーたくさん走ってくるんですけども、ヤリスクロス、仙台ラブ4、そしてこれはキアですね。でその後、仙台プリウス。でこの後ろにもう一個カローラツーリング、まあ、カローラバーソですかね、それが見えるというのが、まあ、タクシーでトヨタがすごく人気なんですね。昔はミラノでもタクシーといえば、E クラス、タクシーといえば、まあ、メルセデスの E クラスかフィアット、そうですね、ムルチプラとかそういう車が多かったと思うんですけども、近年のこのタクシー、今もうプリウス、そしてプリウスアルファ、この後ろにまたプリウス、その向こうにもプリウスと、もうタクシー運転手の、心は完全にトヨタが手に入れてしまったみたいで、だからまあ最近そのトヨタ車がですね、欧州で攻勢強めているといいますか、新型 CHR はトルコで生産されてヨーロッパで売られるわけですけども、まあ、ちょっとこの状況を見ると本当にトヨタがヨーロッパ本気で攻めていくというのはわからないでもない状況になってるなと。私もイタリアに来るのは、ちょうど丸4年ぶりなので、この4年間で結構ガラッと走ってる車のトレンドが変わったなというのが印象なので、今回ビデオをお届けしているまでです。イタリアといえばもうそれは昔の話になるんですけども、まあ、イタリアとフランスってそんなに仲が良い国ではなかったですから、まあ、ルノーとかね、プジョーの車ってそんなに全然ミラノでも走ってなかったんですけども、今ステランティスグループで、まあ、フィアットとシトロエンが同じグループになっていたりするので、イタリアの人にとってですね、イタリア特に、まあ、国際都市のミラノの人にとっては、フランスの車を買うということに抵抗がどうやらこうやって見ると全くなくなっちゃったようです。こうして交差点を見回すと、まあ、イタリア車が視界に1台か2台いる、そしてフランス車も1台か2台いる。商用車ではトヨタが圧倒的に強い一方で、ドイツ車、ドイツ車アウディが特に強くて、まあ、BMW、メルセデス、ポルシェもたくさんいるという、これが、まあ、イタリアの今の現状なのかなと。でテスラはですね、モデル S は全然走ってなくて、モデル3とモデル Y が、まあ、そこそこいるというそんな感じですね。そして観光系ヒョンデとキアは今当然一定数いるんですけれども、日本勢の方がまだこのイタリアに関しては強いなと思いますね。ちょっとこの近くに、もうちょっとローカルなところがあるので行ってみたいと思います。はい、先ほどのところから300メーターほど移ってきました。後ろに見えるのがまあ中央駅なのでこのくらいの距離感なんですけども、ロンバルディア州政府の近くで、まあ、ローカルな、ツーリスト向けのホテルと、レストランが並んでいるエリアなので、まあ、東京で言うならば神田になるんじゃないですかね。まあ、そういう場所なんですけども、まあ、ちょうど道端に、充電ポートがあって、充電している車がいるんですけれども、こちらジープ、コンパスとレネゲードが2台並んでこうやって、充電していて、さらにこっちにもジープがいると、このジープのコンパクトなジープ系なんですけれども、やっぱりまあこれステランティスになったとか FCA の頃からの名残があるんですかね。ミラノこのローカルエリアではジープが結構多いように見られます。 SUV のトレンド自体はミラノはもちろん SUV がもう半分ぐらい占めてるんですけれども、そこまで SUV してる感じの街でもなくて、やっぱりまあステーションワゴン、それから5ドアハッチバックが強いなっていうのが一つ印象で、ただしヨーロッパ系の車、今もこれ Q8 来てますけど、ヨーロッパ系の、ヨーロッパというかまあドイツですね、ドイツ系の車は、SUV 強いなっていう、まあ、そんな感じですね。なので、ミラノのトレンドをこうやってまとめて、こうやってまあ歩いてみて、まず中間的にまとめてみると、アウディはやっぱり未だに強いと、まあ、販売力があるんでしょうけど、未だにミラノっ子の心はアウディのデザインは、掴んでいると。そして商用車の世界ではフィアットはもちろんなんですが、トヨタがめちゃくちゃ強いと。そして、若い人はやっぱり EV に結構行っていて、こうやって、まあ、歩いていて乗ってるのも見てるんですけど、特にそのジープ、それからオペルの EV 乗ってる子はですね、やっぱまあデザインとか、まあ、その世界観もあるんですよね。若い人が、まあ、オペルのモッカとか、それからジープのコンパスレネゲードのプラグインハイブリッド、まあ、その辺を乗ってるなという印象があって、若い子がちょっとこれフィアット離れしてるんじゃないかなという感じがいたします。そして、フランス車が増えている、
ドゥオモの近くの充電できる駐車場エリアに来てみました。まず IX、 それから EQV ですねが止まってます。 EQV はマットですね、そしてジープのコンパス、これプラグインハイブリッドですね。それから、テスラのモデル3、あと一番向こうに見えるのがリンク&コーという中国の会社の、EV が止まっていますね。まあ、充電できる駐車場で充電されるというのは、皆さんこんな車、まあ、たまたまこういうラインナップかもしれませんが、一つ参考になるかなと思います。はい、モンテナポレオーネというですね、ミラノの、まあ、高級エリア、時計と宝飾品が多いエリアなので、まあ東京でいうならば並木通りとかそういうところなのかなと思います。表参道とか、そういうエリアなのかなと思うんですけど、今ここにアウディ Q8 イートロンが展示されてますね。 SQ8 イートロンですね。これさっきから歩いているといろいろ展示されてるんですけど、モンテナポレオーネライフスタイルというなんかイベントがあるみたいで、そこの自動車で協賛しているのが、アウディで、まあ、いろんなサステイナブル系の、展示がいろいろされてるんですね。写真とか、まあ、アートが多いのでちょっと写すことできないんですけど、それにアウディが、まあ、協賛している、イタリアのミラノでアウディが協賛しているということは、まあ、つまり、まあ、それだけアウディがやっぱり、ミラノでプレゼンスを持っているということですし、まあ、アウディイタリアが、いろんなプロモーション頑張っているということなのかなと、それだけ大事な仕様なのかなっていうのが分かるかなと思いますね。止まってる車見ていってますと、見ていってみますと、マカンですね。マカンターボかな。はい。これは V クラス。これはまあおそらくお買い物に来てる人の送迎車なんでしょう。次が、RS6 ですかね。はい。チンクエチェンとカイエンクーペ。ターボかなこれは。その後ろがダチア、そしてトナーレ来ましたね。トナーレ走ってきました。はい、次が BMW X1。 今あの向こうに止まっているのは、あれはアウディの RS4 かな。そしてその手前にマカンターボみたいな、まあ、こんな感じで高級エリアに止まっている車、やっぱアウディ多いですね。ポルシェとアウディが圧倒的に多いなという感じですね。はい、この向こうにですね、アウディがいて、ポルシェがいて、まあ、イタリアのスーパーカーがようやくやってきました。SF90 がいますね。で、その後ろに AMG GTR。まあ、およそこんな感じですかね。だから、伝統的な高級車のトレンドとしては、そんなにこれ東京と変わらないんじゃないですかね。あ、と思ったらですね、はい、オールスター1。やってきました。私実車初めて見ましたね。 EV ちょっとだけ言いますね。はい、そして E30、S クラス、カイエン、まあ、こんな感じですね。だから銀座に止まってる車とあまりラインナップは変わらないかもしれないですけど、まあ、やっぱりスーパーカーは、フェラーリがあるよと、そして SUV ステーションワゴンはドイツ系かなと。ここには日本車のプレゼンスは皆無ですね、はっきり言って。まあ、そういうことなのかなと思います。アメリカに行くとレクサスの LX なんかここに1台絶対止まってるはずなんですけど、まあ、やっぱりヨーロッパではこういうラインナップになりますね。はい、はい、レンジローバースポーツいました。そしてマクラーレン 720S と言ってたら、カローラツーリングが走ってきたと、まあ、こういうところが嬉しいですね。はい、次はですね、ポルタヌオーバというミラノの、まあ、再開発地域ですね、中央駅から15分20分ぐらい歩いたところに来ているんですけども、この後ろにある、バルコニーに森の生えたマンション、建築好きの人なら、まあ、ご存知のマンションかと思いますけど、まあ、こういうそのミラノの、まあ、ニューリッチが集まるエリアで、週末皆さん、まあ、どんな車にお乗りなのかをちょっと見てみたいと思います。はい、今ですね、まあ、こうしてここに初めて来て5分ほど見ているんですが、ちょっと止まってるだけで一つ大きなトレンドが見えてきました。ミラノの、まあ、この、流行に敏感な街のさらにトレンドのエリアに来る人の中で一定数ですね、四角い SUV が流行ってるということですね。さっきからですね、ランドローバー、ディフェンダー、ジープ、ラングラー、
ジープコンパス、メルセデスベンツ G クラスとですね、まあ、SUV の中でも四角い系がですね明らかに強いですね。従来 の、 その例えばまあ BMW X5 ですとかですね、メルセデスベンツ GLE とか、まあ、その辺の中心的な SUV に乗っている人はおじさんが多く、四角い系の SUV は若い人が多いですね。まずそこが一つ見えてきました。でこのエリアに来るとトヨタ車一定数もちろんいるんですけども、さっきほどほど強くない。でもいや、こうやって見ると、まあ、ラブ4走ってたりとか、ビッツ走ってたりとか、まあ、かなりの数が、乗ってますね。やっぱり強いですね。で今モデル Y、 それから左側にいるのゾエがいるんですけれども、まあ、EV もやっぱり50台に1台かな、100台に1台かな、そのくらいの感じですね。そしてイタリア車が、残念ながらあまりそこまで強くないというのが見受けられますね。やっぱりまあ四角い SUV が多いですね。これは今回見た中で一つ一番大きな発見かもしれません。ミラノでは四角い SUV が来てます。あ、マツダ MX5、初代ですけどいましたね。まあ、マツダ車、日産もそれなりのプレゼンスは出せてると思います。ミラノは、1% シェア 1% はいかないと思うんですけれども、まあ、今もホンダ CR-V 目の前にいますけれども、まあ、国産車トヨタが圧倒的に強いのは間違いないんですけれども、日本の他のメーカーもしっかりイタリアでのプレゼンスは出せてるのかなと思いますが、やっぱ今もねこれ CHR がいますね。トヨタ強いですね。トヨタの後ろに2台後ろに、カローラバーソー、またトヨタがいて、そして四角いジープがいるとということで、久々のヨーロッパの、まあ、車の路上トレンドを見てまいりましたけれども、日本人として、まあ、嬉しいのはトヨタのハイブリッドがここまでイタリアで受け入れられているということですね。今も見ている間に一体何台トヨタ走ってるんですかっていうぐらい、トヨタのハイブリッド主に、タクシーと所有車ですけれども、まあ、走ってますね。そしてそうじゃないプライベート所有のレクサス、それから、まあ、ヤリスとかですね、 CHR、 その辺もすごいたくさん見えるのは、まあ、日本人としてやっぱ嬉しいことですね。まあ、今ようやくテスラモデル X を今初めて見たのと、あと、マセラティレバンテが、止まってるとかですね。まあ、やっぱ国際都市だけあって車がすごい国際的なのがミラノの特徴ですかね。ただまあ若い人はこれは今四角い SUV が好きだなというのはこうやって見回して一つ見れたことで、まあ、今回のミラノの自動車のトレンドはこれで終わりにしますが、まあ、ミラノといっても別に広い街なので、こういう新市街、それから中央駅以外のエリアに行くともちろん走ってる車は違うでしょうから一概にも言えないんでしょうけども、まあ、一つのトレンドはそういうことなのかなと思いました。皆さんが他の街も見てみたいという声があれば、また他の街に行った時にその街のトレンドカーを紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。